ポロン、アポロン妄想ソング、肩を寄せ合い片方ずつにイヤホンを差し込む幸せな時間。ねえ、相耳しようよ。午後2時です。東京 FM アポロン、斉藤美恵がお相手です。ここからはアポロン妄想ソング、ねえ相耳しようよです。今日あなたとイヤホンをシェアするのはこの方。東京 FM アポロンをお聞きの皆さん、こんにちは。キスマイフット2の玉森裕太と千賀健人です。さあ今日はですね、キスマイフット2の玉森くんの相耳に、なんと千賀くんが友情出演というスペシャルバージョンです。どんな感じなんですかね、千賀くんとこイヤホン取り合うとかどんな展開になるんでしょうか。さあそれではキスマイとの甘い妄想の世界へ、いってらっしゃい。今日は友達みんなで飲み会、千賀くんと玉森くんと3人で帰ることに。俺地下鉄だけど、どうやって帰るの？私バス。じゃあここで。玉森も地下鉄だろ、行くぞ。え、まっすぐ帰っちゃうの？明日早いし帰るわ。それに家帰ってやりたいことあるんだよね。何やの？家でクッキー割ってその音聞くの。クッキーの音聞くと興奮するんだよね。あ、興奮すんな。うん、そっか。まあちょっとよくわかんないけど、じゃあ楽しんで。明日の件はまたメールすっから。わかった。じゃあ気をつけてね。あ、そうそう、玉森にも気をつけてね。あ、もううるさいな。早く帰れ。千賀くん面白いね。うん、まあ、それであいつ意外と鋭かったりするんだよな。バス停まで送るから、ちょっとこっちから行こう。桜が綺麗なんだ。どういう意味なんだろう。二人きりはやっぱり少し緊張する。あ、ちょっと待って、ちょっと動かないで。玉森くんの顔が近づいてくる。はい、撮れた。髪の毛に桜の花びらついてたから。髪綺麗だね。あ、そうだ、もう一回止まって。これ耳につけて。桜見ながらさ、一緒にこの曲聴きたかったんだ。クッキー割れる音もいいけど、この曲も素敵だから一緒に聴こう。相耳しよう。一緒に聴いたら時間短く感じちゃうね。もう一曲だけ一緒に聴こう。俺らの新曲で出たばっかなの。それ聴いてもらいたいんだ。いいかな。玉森くんと相耳しながらのこの曲はどうでしたか。キスマイフット2、3月16日にリリースになりましたニューシングル、グラビティをお送りしました。さあもうツイッターでのときめきが止まりませんけれども、玉森くん、相耳ソングにケツメイシの桜選んでくれましたね。その選曲理由、そして玉森くんと千賀くんお二人に理想のお花見デートについて聞いてみましょう。僕玉森裕太が好きな女の子と桜を見ながら一緒に聴きたい相耳ソングは、
ケツメイシさんの桜です。この曲を選んだわけは、もう桜と言ったら僕の中ではケツメイシさんの桜がすぐ流れてきて、このラップとサビのこのメロディーな感じとかすごく僕は好きで、春っぽいなっていうのもあったのでこの曲にしました。お花見デートするなら、お花見デートしたいよ。したいですね。じゃあ理想ですよ、理想。理想ね。こんなのできたらいいな。イメージでしょ。イメージ。桜満開の、はい、僕だったら目黒川ですね。目黒川。すごい特定しちゃいましたけども。目黒川人いっぱいいますよ。だからできるならでしょ。はい。できるなら。うん。もう目黒川のもう特等席を取って、もう一番桜が綺麗に見えるところ。二人で。でむしろもう目黒川をなんかあの船でこう渡りたい。あ、桜見ながら、うん、船でこうザーッと行きたいね。上に桜が咲いててみたいな。はあはあ、ちょっと2人だけでね、うん、いやおしゃれですね。そうエロいね。なんかねエロいでしょ、うん、それでクッキー持ってくの、クッキー持ってくる一緒に聞くクッキー割れる音永遠に一緒に聞く、ね、桜見ながら。それ喜んでくれんのかな。だからそれが好きな人と俺は付き合うから、これから一生続くだろうねその性格あったら。そう、俺なんだろうな、タマ、うん、は。じゃあ俺は夜にしよっかな、夜桜。あーおしゃれだね。夜桜どうですか。夜桜いいんじゃないですか。ちょっとライトアップとか ね、 ライトね、いいね、されてたり、ね、うん、大きなあの、うん、一本の桜が、はい、あったりするとこあるじゃないですか、はいはいはい、そういうところでじゃあ夜夜桜です。あ、一本の桜の下で、そうそうそう、もう夜桜見ながらどうですか。何するんですか。いやそれはもう夜ですもんお花見だけじゃちょっとなるほどね、はい、やっぱり仲良く、はい、はい、なるほど、そんな感じですかね。いいんじゃないですか、そのお花見デート。そうです、夜桜を見ながら夜ですからね。え、なんでしょうね、その後はもうご自由に、ね、楽しんでいただきたいと思いますけども、スペシャルバージョン、とっておきのご褒美タイム過ごせましたか。もう千賀くん本当クッキー割れる音好きなんですね桜よりもクッキー花よりクッキーありがとうございました。千賀くん、玉森くん。